この子がですね、山崎奈乃と言います。ビッグダディのたけしが決めるぜベイビーとは。はい、皆さんこんにちは、山崎たけしです。山崎たけしチャンネル、いつも見ていただきましてありがとうございます。今日はですね、野球の話題じゃなくてジャイアンの遊び場ということで、今日はですねちょっとね、皆さんに紹介したいものがあるんですけども、実はここ僕なんで立ってるかっていうとですね、この絵なんですよ。これ見てください。この絵なんですけども、この絵はですね2年前に、ね、ちょっと亡くなってしまったんですけども、柴犬のピコ君といって、ね、15年半、頑張ってくれました。まあそんな中ですね、本当にあの可愛がってましたので、非常に家族ともどもね、悲しみに打ちひしがれていた、もう犬はね二度と飼うもんかということで家族と話してたんですけども、2年経ってやはりね、いろいろこうテレビとか、まあ、ましてこの YouTube とか犬の画像を見てたらですね、犬もやっぱりいいなと、可愛いなということで、実はですね山崎たけしまた犬をね飼ってしまいました。うちに来てね、もう10日ぐらい経つんですけども、ピコ君の弟分であるね、柴犬のもう名前はついてるんですけど、ナノというね、ナノ君というね犬がやってまいりました。皆さんにご紹介したいと思います。はいはい、おいで、おい、はい、どうですか皆さん、この子山崎ナノと言います。非常に可愛いでしょ。ちょっと立ってるの大変なので座らせていただきます。この子がですね山崎ナノと言います。ナノというとちょっと女の子っぽく思われると思うんですけど、実はねこの子男の子なんです。ああいうこと聞かないな、ね、これなんでナノっていう名前をつけたかっていうと、ね、これね意味があるんですけども、前のね、お兄ちゃんがピコと言って、分かる人に分かるかな、ピコ、ナノ、ね、これ実はねこれ単位を表すそうです。そしてこのねピコの下がナノというね、単位でありますのでね、弟ということでこの名前にしました。僕ね実はですね犬はね本当に小さい時からずっと飼ってまして、いろいろこう犬飼ったり猫飼ったり鶏も飼ったりね、インコも飼いましたし、いろいろなね生き物を飼わせていただきました。今回はですねまた同じねブリーダーさんから分けてもらって、ご縁でねこれ飼うことができたので、今回ねまたこうやって、うちの家族になりました。今ね80日になりました、ね、この耳もね初め垂れてたんですけど、だいぶこう耳が上がってきて、今ねもう全然これもう言うこと聞かなくてやんちゃなんですけども、これからですね皆さんにねこのナノ君の成長をねぜひ見ていただきたいなというふうに思います。今はねおしっことねうんことね訓練をしてます。なかなかまだまだ訓練でうまくいかないけどな、なのな頑張って、おしっことうんこできるように頑張っていただきたいかなと思って、こうやってね甘噛みするんです。甘噛みさせちゃいけないんですけど、こうやってね噛むもんですからね、もう痛い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 でしょあなた、ねね、見てくださいこれ、柴犬です、柴犬のナノ君です、ね、これから皆さんに成長を見せたいと思いますので、ね、ナノ君もよろしくお願いしますと言ってください。はい、ね、こんなことで、ナノ君のどん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 これ出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。